皆様、ゴニヤマトです。2022年6月13日から17日にかけて、世界最大級の防衛安全保障展示会、ユーロサトリ2022がフランス・パリで開催されました。ユーロサトリとは、フランス共和国パリで開催されている国際的な防衛安全保障展示会。2年おきに、6月頃にパリ近郊で開催されます。展示される製品は、戦車、装甲車、トラックなどの車両類などといった製品実物のみならず、素材やセンサー類といった構成部品、兵艦サービス、シミュレーション、衛星活動や災害対策システムなどサービス分野まで多岐にわたります。2020年は流行り病により開催されなかったため、今回は4年ぶりの開催です。我々には、日本のトヨタと、コマツとが必要であることを伝えてほしい。幾名ものロシア・ウクライナ戦争に関わる軍の関係者から元陸自レポーターは要望されたそうです。世界中の紛争地帯で日本のトヨタのトラックが使用されています。どうしてトヨタのトラックがよく使われるのか。世界の紛争地で日本車と日本製品が活躍する理由を皆さんと見ていきましょう。よろしくお願いいたします。世界の紛争地帯や先進国以外の軍隊や警察ではまるで政治装備であるかのようにランドクルーザーなどのトヨタ車線車体を改造した特殊車両をよく目にするそうです。それはテクニカルと呼ばれています。テクニカルとは民生用ピックアップトラックなどの車体内し荷台に銃砲を添え付け車上戦闘を可能にした即戦戦闘車両のことを指します。ピックアップトラックとはキャビンの後ろに開放式の荷台を持つトラックです。この種の武装車両をテクニカルと呼ぶ語源はソマリアを発祥としており、外務省が危険度の最高レベル4の退避勧告を出しているほどの治安状態が悪いソマリアにおいて民間の警護要員を連れて行くことを拒否された非政府組織が人員保護のため技術支援助成金を使ってその地域の民兵を車付きでガードマンとして雇ったこと、これが転じて武装した人々を乗せる車両のことをテクニカルと呼ぶようになったようです。また、テクニカル以外にも、バトルワゴン、ガンワゴン、ガンシップなどの名称で知られます。正規の軍用車両に比べて性能は低いものの、極めて安価に製造できることから、多用されています。ピックアップトラックのような小型自動車の荷台に重火を固定して、機関銃やロケット砲、迫撃砲、無反動砲、対空機関砲などを載せています。貧しい紛争地域では強力な火力支援車両であり、また、自動車の性能向上で、信頼性やペイロードが向上しており、極めて安価に製造できることから、途上国の軍隊や武装集団が好んで運用しています。荷台には、機関銃や迫撃砲を載せた程度のものから、巨大な、対空砲、多連装ロケット弾発射機、大型の無反動砲、さらには、航空機用のロケット弾ポットまで様々です。砲塔を乗せてしまったものまであります。機動力を併せ持つ貴重な戦力は、紛争地域では、趨勢を決める存在になっています。対して、防御面では、元が民生用自動車の流用なため、装甲は、皆無か、あるいは適当な金属板を貼り付けただけのものが多く、敵の襲撃に耐える装甲車としての機能は、ほとんどありません。そのため、銃座に鋼鉄製の棒立てが付けられることもあるが、重量増加が機動性を損なう割に、限定的な防御力しか期待できないため一般的ではありません。そのため、攻撃目標となる敵の警護兵の持つ携帯火器よりも有効射程で優越する重火器を搭載することで、遠距離から一方的に攻撃する運用法が好まれています。ある種、自走砲に近い火力支援車両として運用されます。民生車両は安価な上に燃費も良く、特別な訓練をしなくても普通免許を取得する程度の技能があれば運転できます。バッテリーは対空銃座を動かす程度の出力を十分に確保できます。車両に搭載された武器は小口径のものであれば十分に反動が抑制され、射撃精度が高まります。装甲に目をつむれば紛争や治安維持などで求められる性能を高い水準で持っています。そのため先進国の正規軍においても、MRAP のような装甲車の補助として、
治安維持やパトロールを任務とする部隊でテクニカルが使用されることがあります。テクニカルに信頼性の高い日本製ないし日本メーカー製ピックアップトラックが人気があります。トヨタの車は故障が少ないですね。その一方で軍隊での使用は平時の使用ではありえないほどの酷使であり、爆弾の破片、銃弾により壊れることが前提です。そのため、故障が少ないという前提条件をクリアしてなお、1. 壊れても短時間で直せること。2. 部品の供給が途絶えないこと。3. 整備時の要請を最小で済ませられること。が求められます。こうした条件で、ランドクルーザーが最適となります。意外に思われるかもしれないが、軍隊にとっての車体の壊れる部分とは、エンジン、車輪など、駆動系と足回りのことです。シャシーの上に乗っている車体のことではない。装甲化された車体が戦闘以外で壊れることは滅多にないし、砲弾などで車体が破壊された時は、乗員も含めて車両そのものが失われた時です。このため、先進国以外の軍隊では、民間に広く流通している RV 車に防弾板を取り付けた方が、修理もしやすく、ランニングコストも最小で済み、国内のどの整備工場に持ち込んでも直すことができるからです。専門の整備士を育成する必要もないことは、戦闘員以外の人員を養わなくて済むため、軍隊としても大助かりです。ならば、ということで、イーグル社のように、トヨタ自動車から足回りだけを売ってもらい、自前で製造した装甲化した車体を乗せて軍隊に納品するビジネスが生まれます。軍隊とは本来自己完結の組織です。修理も整備も自前でできるべきである。これまではそうした顧客の特性に応じて企業は特別な車体を売り、特別な部品供給で継続した利益を上げ、ハイテク化に伴う教育と整備まで請け負ってきました。アメリカの軍需産業では特に顕著です。しかし近年ではトヨタの民用車体を使うという真逆の発想が先進国の軍隊にまで受け入れられ、ベンツまで追随するようになりました。民間に流通している車両であれば、軍隊が新たに操縦手や整備士を専用に要請する必要がありません。交換部品が多く流通していれば、軍として備蓄や保管する必要も少なく、専用の整備工場を建設せずに済むため戦い続ける上でも便利です。また世界の紛争地で活躍する日本製品にトヨタと並んで建設機械の小松製作所小松があります。トヨタの小松も自衛隊の装甲車両の主要メーカーではないが、紛争地とそれに関係する諸外国では両メーカー製品は圧倒的な人気を誇っています。小松はかつて旧6式走輪装甲車や LAV 軽装甲機動車など自衛隊の特殊車両の開発製造を手掛けてきたが、現在は生産の継続と保守のみです。ところがこれまで述べてきたように、世界中ではトヨタ自動車の足回りは装甲車に用いられ、建設機械では小松が大人気です。このニュースにネットではたくさんの反応がありますので、一部を紹介します。アフリカの商社関連企業から中古のトヨタ車両部品が欲しいと依頼を受けたことがあります。トヨタの部品は世界中で人気です。日本の車両もそうですが、日本のプレハブ住宅も人気ですよ。日本の車が壊れない大きなポイントは転送系が強いからです。武器輸出に目こじらを立てることが日本の産業をダメにしていますね。ランドクルーザーを砂漠の船と呼ばれたりしてますよ。トヨタ製中古車は人気がありますね、との声が聞かれました。国際協力機構 JICA の海外安全救命教育や日本企業進出のための安全調査などで、中央アジア、東南アジア、南米、アフリカ大陸の発展途上国14カ国を回ると、日本人の安全保障関係者と分かれば I love トヨタと声をかけられるそうですよ。日本を褒められて嬉しい部分もありますが、何か複雑な気持ちにもなりますね。では今回はこれくらいで、皆さんの感想などをコメントなどいただけると嬉しいのです。あとチャンネル登録をいただくと励みになりますので、よかったらお願いします。
最後までご視聴ありがとうございました。